木村拓哉さんが参加した信長祭りで湧いた岐阜市。映画のチケットなどがふるさと納税の返礼品に登場です。岐阜市が返礼品に追加するのは、木村拓哉さんが織田信長役を務める現在公開中の映画レジェンド&バタフライのチケット。岐阜市内2つの映画館で使える限定デザインのもので、岐阜城の入場券や金華山のロープウェイの往復乗車券もセットになっています。岐阜城の、天守に登ってですね、濃尾平野を見渡していただければ、織田信長公の、そして、濃姫の、気持ちがわかると。この返礼品の寄付額は13,000円で、取扱期間はあさってから来月28日までです。